上のチャレンジャーとは約束があります。初代王座決定トーナメントで勝った直後の言葉、宇多美いつでも挑戦受けてやる。さあいつも通りの岩谷真由らしさもあり、はい、言ってないんですけど、まあまあまあ、でも5、6年ぶりのタッグ、あの5、6年前もドリームタッグで私はずっと言われててタッグに出場して、まあ、0点で大丈夫終わったけど、5、6年ぶりのタッグ、いろいろ続き楽しみにしています。はい、